3秒前から2秒前、1秒前、左上福島 VS 1から33鉄人、34から66ミスターノノ、67以上マサトは来ました。さあいきなり来ました、福島 2.96 VS の1番人気2番人気対決。さあ鉄人 1.64 倍はすごいね、1.64 倍から。そしてミスターノノ、こちらが 13.7 倍 VS の、マサトがこちらが 4.34 倍。賞金2000、でもレジェンドが今の写真ルシーの見て狙って送ってきたとしたら力ありますね。さあ OK、さあそれでは放送大変お待たせしました、放送準備よろしくお願いします。さあもう受付いたしません、すいません。今から来たものはもう返します。でこれ曲だよな、これな、福島鉄人、福島のところどこなんだろうね、コミュニティね。さあ本日もトップ勢が集いしトーナメントでございますが、その中でもダントツ鉄人はなんと今回のグランプリ2位のマーコ、5位の鉄人と銀鎧が2名、ジェリド16位クレストリーダー、そして伝説レオン軍の神旅芸人ゴリボーという、さあ一見すると無敵の布陣、ここに挑むは福島エルプーソム川野。さあここが1戦目というところで、ナイス川野からの、さあついにアストルティア暴露放送が解禁、ピグコロ川野チャンネル、川野あんだけ話題になってんのにコミュレベル26なんだ。さあ川野今日はね、ちゃんと気を利かせてくれまして、ちゃんとオープンコミュニティになったもんね。普段オープンなのかな。さあスタートどうぞ。オレコやばいですね、もうみんなマヌーサにかかってますね。俺これやばいな。いやーでも川野も昔から強いよ。証拠写真が残る中でアストルティアで最もゴールドを失ったプレイヤー、全滅で最もゴールドを失ったプレイヤー川野。あ、そうなんですか。相手屋さんの彼女はそうですか、有名だね、オレコさんのね。さあゴリボーソキウスからの鉄人ジェリドマーコがクレスト、さあミユナさん注目ですけどね、ゴリボーさんとソキウス対決なるか。いや川野はまあうまいよ、川野はずっと強いよ、まあ来れば勝つイメージだよね川野もね。まあまあ川野許さんっていう人が結構多いっていうの聞いたけど、まあ俺も似たようなもんか、俺と川野は種類違うと思うよ。まあいいや、川野さん同じ嫌われ者同士頑張りましょう。さあこちら攻めますね。さあこちらスタートから開幕一気に攻め上がってからの川野、さあ川野攻め上がってからで、こちらがショックをまず与えてマーコ、さあマーコにチャジタ入れてからのここでマヒャド打ちますが落ちない。さあここがソム川野落ちて戻ってからの鉄人、まあとにかくもう特攻だね、
とにかく特攻作戦、鉄人ジェリドゴリボーマーコ、ここ控えるところにエルプー魔法使い福島ソウルも特攻ですね。さあガンガン特攻から、さあ特攻からまず崩して福島が落ちますが、さあ川の早ぶさぎで落ちません。ロザリオ、さあロザリオ光ってからがこちら差が開いて鉄人、おやこれは特攻作戦はどうだ。さあ特攻の姿勢たるやいいが落とせない。さあ川の戦士で落とせない、これは渋いですね。さあ超はやぶさ切りを打ってポイントを取れないと選手はちょっとやや痛いでしょう。さあ575対225からでございますが、しかしさあ第6回グランプリチャンピオンエルプー、このねマシャデドスで一気に3人枯れることを勝ってから勝利してきたことを考えると、やはり魔法使いというのはなかなか今警戒される職業、人口は減っちゃいましたけどね、バロックもランクインしてましたけどね。やはり私の中で魔法使いの3本柱といえばバロック、ネクサス、エルプーと。さあ494対306からで、あネクサス、バロック元気かな。ピッコロルームでね、賑わしてくれたメンバーでございますけど、また来てほしいですね。さあ494対3、おお、ここで、わー、やるねさここで、ちょっと詰まったわ。さあ403対397、一気に詰めます。さあ勝負決したかと思いきや、さあとにかくさすがトップランカーたちの試合、さあポイント運びが早いが、これはさあこちらゴリボーを打って川野が落とされる。466対334からの、さあエルプーがポイント抱えて179、ついでゴリボー160、ジェルド150。さあしかしゴリボー、ジェルドでポイント抱えてますが、さあ負けじとエルプー川野で掴んで、なんと現在福島軍が10ポイントのリード。さあここに来て初めてリードを取って、さあここでソム落ちますが、まだそのポイント差20ポイントから、さあ射程圏内。ここで川野が落とせるか、ジェリード新刃砕き、さあジェリード刃砕き行ってから、さあエルプーが完全にホルダーポジション、エルプーが落とされたらこれは勝負決まってしまいますが、さあエルプーここは距離、さあその間合い抜群に把握しているでしょう。さあかつて 3DS でチャンピオンとなった伝説の魔法使いエルプー、現在は Wii U でこれプレイしているとね。しかし私も一緒にプレイしてる時にね、でもなんか DS の方がやりやすい時ありますね、寝っ転がりながらできるんでみたいなこと言ってましたけどね。さあこちらが391対409、さすがに今日はこれ Wii U でやってるでしょう。さあ446対354からのエルプー、さあ現在アストルティアはね、 Wii U が Wii のドラクエ10サービス終了、今上に出てますけどね、皆さん、ネットニュースで、もうついにあれですね、ニコニコのニュースでブチギレるブロガーの日記が話題つって、ニコニコの公式で取り上げられてますね。渋いですね、運営にブチギレて文句言ってるやつがネットニュースで取り上げられるとか渋いですね。もうそのおかげでこのブロガーランキングが急上昇してるらしいです。さあ283からの517、まあ邪道なランキングの相方ですけどね、まあ話題になって取り上げた以上売れたからしょうがないですね。さあ474対326、エルプーがポイントをつかむ。さあここは勝つか、さあエルプー川野福島ソム、ここは勝ちたいところ。さあグランプリ中散々負けまくったと噂される、さあこのエルプー鉄人の対決でございますが、さあ鉄人はかつてフィクコのルームに所属して、エルプーが戻ってきた時に僕はエルプー嫌いなんで抜けますと、さあフィクコのルームを抜けた因縁の過去があります。さあここでソムから、まあ鉄人くんはね今でもきっとエルプー嫌いでしょう。さあジェリード落とされる、さあジェリード落とされ福島落ちますが、これポイント6ポイント、さあわずか6ポイント、ここは打たれて逆転、ここで川野も落ちる。さあ鉄人さすが抜かりがない。さあここでエルプー川野全員落とされまして、この30秒全員落とされましてから残りがもうこれ決まるか。さあエルプーに座を入れますが、85ポイントリードは鉄人。さあここは鉄人ラストまぐって、485対315は鉄人ウィンは失礼いたしました。さすが鉄人軍、これは決まったかなと思いましたね。いやこれはちょっとエルブーたち勝ったかなと思いましたけど、やはり鉄人軍1分あれば、1分のうちで4人落としたからね。いや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 強いですね、それにしてもね。
それにしても強いね。愛勝つ。愛が勝ちますか。それは渋いですね。渋いですね。確かにその他ゾンビ一回多いな。川のあれかばえないのは天才としか言えないわ。川の言うほどうまくないよ。鉄人が 1.64 倍、1番人気5台で2番人気撃破。なんと皆さん、いや、ここでミスターノノ勝ったらすげえな。勝つんだよな、たまにミスターノノ。こういう時にかつてはこういう時ミスターノノは勝ってきた。怖いよ。ちなみにミスターノノは前世紀もうノリノリの、レオン・マサルノス軍を倒したことがある。さあ、オッケー。さあ、名人様の皆様、コメントありがとうございます。さあ、こちら決勝戦はアイ・ミスターノノ。すげえじゃん。でもやっぱミユナさんすごいね。もうこの時点でもミユナさんすごいってわかるね。さあ、どうぞいつでも。いや、ここで勝ったらすごいが、正直もう勝ちを確信している鉄人勢の皆さん、鉄人に張ってもう勝ち確定だって今安心してる人、油断しちゃいけねえよ。マジで油断しちゃいけねえよ。いや、相当いい試合でしたよ。さあ、いつでもどうぞ。こちら愛 vs 鉄人。許可よ。曲をか、この曲結構、この曲いいな。チャラーラ、あれあれ、ロアさん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 、間通しました。ロアさん、二点張りして両方やっちゃいました。お前渋いな。いや、でもロアさん、今日2本見てたんですけど面白いっすね。苦しんでる人の放送最高に面白いっすね。ちょっと俺またやろうかなと思ったもん。あれ別に特にコメントとか打たないけど、めちゃめちゃ、だよこれやーとかやってる、やってて、二応放送ちょっと癖になるね。同じことずっとやってるから、結構なんか、やってることが分かってきて、癖になるな、あれ。さあ、OK でございますが。お、ゲームパッドの接続切れてるけど大丈夫か。これ電池切れてるけど大丈夫か。ゲームパッド、こんばんは。ナイス、こんばんは。大丈夫か。この一人だけ走ってるの面白いよね。社員通過、ショーあたりはマジでうまいよね。いや、俺もね、今回ショーさんね、来るんだけど上手だったね、ほんとね。仕留め損ねってほぼないもんね。マジでうまい選手の人って、まあ何、ちゃんとの黄色でもオレンジでもさ、もうもしかしたら白の時でも、あ、技打ってまず落とすもんね。で、やっぱりオレンジでもさ、ちゃんとハヤブサ蹴り取りってロザリオが光っても対処できるようにって。さあ、ショーミスターノの愛ミユナ。さあ、ここと現在アストルティア頂上に君臨するこの頂上固定パーティーの一角、鉄人。さあ、ミスターノの勝敗、三浦勝てば大金星。これはね、選抜個人ランカーたちが、選抜勢たちが固定にも負けないという、コロシアムはそれでも勝てるというね、ことを証明できる素晴らしい一戦になるかと思いますが、それでもギャンブラーの大方の予想は鉄人。なんとこの4軍しかベットできないフィグコロで、鉄人が 1.64 倍、対するミスターノの4番人気は 13.7 倍です。さあ、 1.64 倍と 13.7 倍の戦いは、さあこれは大きな大きなギャンブラーの予想差がありますが、さあゴリボーを取りましてからの
こちらジェリーどもを取りまして、さあアイミスターの検討しておりますが、ここまで50ポイント差、残り時間がこちらが214秒。さあここで皆様、ミスターノノは、しかしね、ミスターノノも素晴らしい走塁ですけどね。まあ、選抜戦の優、今は愛が選抜戦の優ですけど、以前の選抜戦の優はミスターノノでしたね。三浦さんも以前も来ていただいたこと多分ありますね。さあ、450からの350からね、こちら。しかし、あそこで舞踏家というね、なかなかこう、募集しにくいところでね、来ていただいた三浦さん、非常にありがたかったですね。これを機会にガシガシ、あーこれは渋い、さすがはこれはプロフェッショナル固定勢、一気に3名落としていく、三浦翔愛を落としていく、青野を持つ翔からの、しかしこの若者たち、ほんとチャットが早いんだよ。TA やってる時のね、ダークキングの時の愛のチャットのある、分かると思いますけど、とにかくチャットが早い、もう今の10代たちは。さあ538、今10代かどうか分かんないけど、さあ53、今の若者たちは538対262からで、こちらが2分26秒経過。さあこちら、こっから追い上げを見せられるか。しかし鉄人軍も、鉄人ところはこれ総量なし構成という話ですね。さあ鉄人バトマスの星、551対249、しかし鉄人バトマスか、バトマスじゃない気がする、鉄人バトマスじゃない気がする。さあ551対249から、さあ、三浦ミスターノノが落とされる。さあ、607対193。さあ、鉄人がこれ、バトマスだね、バトマス。さあ、こちら、645対155。我らがバトマスの頂点に君臨する鉄人、ツイッターちょっとおかしめ。さあ、257対18、8の150、ジェリドを抱えてが651。さあ、ここは圧倒的さ、現在251ポイントリードからの鉄人軍が残り1分30秒。さあ扇、扇だった、扇、鉄人バトマスじゃないの。さあこちら651の149でございますが、さあここは強い。さあミスターノの愛称ミウナ、現在アストルティア、さあ最も硬く、最も高く、そして最も分厚い壁に挑んでいる。さあこちら557対243、しかしそこに挑んで勝負、そこに真剣勝負を挑み、さあ勝つ者こそがゲーマーの誇りでございましょう。557対243、やはりヌルゲー使いではなくね、高い、誰も成し得ない壁に挑んで結果を残すことこそがプロゲーマー。さあ482対318。さあそれはスポーツにも共通することであり、ゲームももうもはやスポーツの一種じゃないか。さあそんな文化を根付かせるために生まれた言葉が e スポーツ。さあ526の274。さあ和菓子でありね、うちの所属プロダクションのタレント総事案、その e スポーツの第一人者とも言われておりますが、ドラクエは A 版。さあ576対224から、ミウナ武道家。さあここは強いが鉄人が落ちる。さあ549対251。さあゴリボー落とせばワンチャン、鉄人に座をは来ない。さあ鉄人に座を来なくて、さあこれは詰まる。さあ510対290。さあ詰まってきた。さあショーにフェンリラダック、ショーが落ちる。さあショーが落とされて決まるか、こちら座をが入らない。会心ガードからが、ここが愛が押す、全滅。さあラストは全滅、完膚なきまでに叩きのめしての鉄人、完全勝利は、お見事鉄人。ラスト15秒が強い鉄人軍、ラスト15秒鬼神のごとき強さ、強い強い鉄人、強すぎ、 1.64 倍、強すぎ。さあ 1.6、 ちょっと強いな、おい強すぎか、どんだけだこれ。ナイス鉄人が 1.64 倍。さあ人気に応えまして、鉄人軍、さあラスト一戦見たい方は大きな拍手を。さあラスト一戦見たい方、さあ今期のフィギュコロ最後でございますが、こちらが、さあこちらお見事 1.64 倍から大きい方から配らせていただきます。さあこちら3200